種田虎を種田虎を4月15日から1948年9月5日は日本の官僚、実業家、近畿日本鉄道の初代社長を務めた。1883年に元大垣藩士の種田進の産卵として生まれ、本家の断絶を防ぐために養子へ出された。もともと一族は母方を含めて南満州鉄道総裁。 安田海上火災の幹部など実業界に関わる者が多い名門家であり、種田虎をも富士見小学校、海星中学校、第一高等学校、東京帝国大学法学科と進学した。一校時代に同期の東郷新治と知り合い、後に親友となっている。1909年の帝大卒業後、内閣鉄道院、鉄道省に入る。種田はこの時、 帝大卒業者の多くが入社後すぐに幹部となる中、現業の一番下からやりたいから、地方に出してくださいと主張し、静岡駅の勤務に就いた。その後、雑駅から様々な職場を歴任して、助役になっている。その後、甲府入事務局に勤務して、富士五個の観光価値に注目し、本省に戻って旅客課長となると、 乗せて使わすのような旅客サービスを考えない姿勢を嫌い、富士高湖や房総半島の観光券発行、冬季における乗客源への対処としてスキースケートに着目した雪国の旅という映画を作成するなどサービス工場に努めた。その頃、近鉄の前身である大阪電気機動社長の金森又一郎は有力な専務を探して種田に目をつけ、 入社を請願する。種田は省への未練から当初は渋ったが、若月玲次郎内閣が崩壊した1927年に、大輝専務へ就任した。なおこの年には、後に社長となる佐伯木も入社している。種田は、大輝市会社の三宮急行電鉄による伊勢進出に関与し、名古屋進出のため関西急行電鉄の設立にも、 尽力するが、1937年に金森が請求したことで社長に就任した。その後大気は、子会社である石宮殿や山宮などを統合して、関西急行鉄道となり、さらには大阪鉄道などの合併で、現在の近鉄の原型が作られるが、1944年には政府の命令による南海鉄道との合併がなされ、近畿日本鉄道となった。 しかし、戦時中のことであって体制には無理があり、種田は自ら望んだ合併ではなかったと、後にこのことについて述べているが、その初代社長に就任した。だが、空襲などの被災や続発する列車事故への対処などが、近鉄社長時代の仕事のほとんどであったと言われている。1946年に、文化館の設立を行い、同年3月22日、 貴族院直選議員に任じられたが、公職追放令に基づく、戦前の大企業幹部を追放する方針が打ち出されたことから、1947年3月に南海電気鉄道の近鉄からの分離作業を終わらせた後、同年4月25日に社長を辞任した。翌年、持病の心臓弁膜症が悪化し、9月5日に、成去した。種田は、社長在任時、 将来的には、名古屋鉄道、静岡鉄道、小田急電鉄などとの提携により、私鉄による東海道新線を実現する構想について発言したことがあるとされる。また、当時、標準気路線と狂気路線が並存しており、直通運転ができなかった名阪間の状況を改めるため、そして国鉄との直通も可能にしようという考えから、 大阪線部分強気化の構想を打ち出したことがある。それは、大阪線の伊勢中川駅大和高田駅間を参戦機場にし、そこから大阪鉄道の高田市駅まで連絡線を設ければ、大阪阿部伸橋駅近鉄名古屋駅間が直通可能になるというものであった。当時は日中戦争が進展していたため、戦時体制の強化が図られていたが、政府では、 東海道本線と関西本線が被災を受けて、普通となった場合に備え、種田の構想に近い形、そして柏原神宮駅駅で大阪鉄道に乗り入れるとしていたで、代替線を作ることを命じていた。そのため三宮急行電鉄、関西急行鉄道では、自社が申請していた2200系電車の増備車に対して、狂気化改造が行えるように、電動機は、 狂気用のものを装備させていた。この種田及び政府の構想は実現するところまでいかなかったが、名阪間の直通は結局、名古屋線を伊勢湾台風の復旧工事に合わせて標準期化することで1959年に実現させた。ありがとうございます。